さあジェットコースター行くぞ。虫が入ってくるで閉めていい。はい。ちょっと暑いけど我慢してね。よいしょ。まあ大丈夫でしょう。いやー すごかったねここ。あーやっとなんか気分が楽になった。あここまで離れたら楽にはなるんだ。楽になるな。いやもう消化した体の中で。いやすげえ。そんなにかね。うん、ああもう全然違う。ああすげえ楽だ。あカメラ撮っといてね。撮ってるよ。違う。あそっちか。デジカメだよ。これはビデオカメラだよ。まったく今の若いもんは。いやー怖えなここ。ここね視聴者さんシャシャン。本当に、ね、怖え坂道なんすよ。下りが。マジ怖いんですよこれ。なんちゅうんだろうねこの計1台分だから幅が。うん。ほんでねすごい急なんですよ。もうねめっちゃ怖いんですよ。特に問題なさげかねえか。あさげなさげ湯気なさげ全然面白くない逆にな。うわさっきの時よりもかなりガソリン減ったぞ。登った時一メモリ半メモリ。すげえな本当にすげえ使ってるぞガス。ガスガソリンのことガスよ。ここの下り上りはもう大変だぞこれ。ここに住んでる方々のガソリンのエネルギーがやばい。全員多分もう毎回こんなとこ走ってたらガソリンむちゃむちゃ食うだろう。多いし、カトリセンコいっぱい高んなんな。死ぬぞカトリセンコでこれ。人が死ねるレベルで置かないとダメなんだよな。アロマ使ってね。あーまた来るなこの怖い坂道。でもこの道中は何も感じないですそういえば。道中っていうよりもここら辺一帯がもうすげえなと思ってね。あーいやーさっきのとこに比べやお前ここなんか可愛いもんだぞ。あーこの坂道怖い。崩れてきとるしこんなとこ。この人たちインフラこれもし崩れたらどうするんやろうね。これわかるかな伝わるかなこの高さ。伝わるかな。伝わんねえだろこの体感45度だから、ね。ものすげえものすげえ怖えなこれ。なんか見下ろしとるって感じしない車の下上から。本当にねなんかその前を見るっていうより下を見るっていうか下を見とるような感覚の錯覚だよこれ。下に重力を感じておりますよ。すげえぞこんなもん。これみんな山あの村の人たちこれ毎日体感しとるやろ。しんどいぞこんなもん。ベタ踏み坂を何とも思わなくなるな。あやべえ、まっすぐ行こうとしまってた。全然見えへんもん。エンブレばっかで行かんなもん。エンジン焼き切るわこれは。みんなどうしとるんやろな。本当にね、ここ一番怖えよな。これ先が見えねえ。これ本当カメラだと平らに見えるんだもんな。だろうね。違いますよこれ。あのねこうやってまっすぐ運転できねえんだよな怖くて。横縦にすると本当にこんな感じだからね。ちょうどなんか床が見えなくなる感じ。そうライトの縦に横にか。エンブレすげえ。うわ、二速でも間に合わんもんな。ブレーキばっか踏んどった。俺もうガソリンがもう一目盛りまで来た。ギャースギャース。すっげえ使うなエンブレだ。怖いもんなこれ。ブレーキだけだったら絶対無理だもん。二速でこのスピードやぞ。
いいスピードが出るぜ。一足でやっとだぞ。一足でお前やっとって怖くね。怖い俺。本当怖い。この道だけは。てかもう一台分の幅欲しいですよね。普通に道路として。それだったらまあ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 、まあ、市長楽しかったね。何その奥歯をになんかさ物が挟んだよう な, 噛み切らない返事。もっと楽しく行こうかよ。俺楽しくなかったけど。そうです。もうね、すごいネガティブに持ち込まれてるじゃん。すげえ体楽今日今。でもなんていうかあれだな、本当に俺霊感ないんだなって思う。こう思うと何も金がないけど霊感があるのは嫌だな。金も霊感もないよ。俺なんか勝った、やった OK、蹴っていいよね。音声怖いからまだまだ取っとくよ。ヒーロー、ああイノシシ、えわあ、やっと見えた。びっくりした。ああ豚かなと思ってまた今やった。でけえて、イノシカチョ、これで揃ったね。ねえと続けといてよかったでしょ。やった、イノシシ取れた。いるもんなんだね。いるなっていうか、なんか本当になんかまっすぐ突っ込んでくんだな、うん、走り方を見て今ちょっと感動してしまった。やった花札で行けばもうイノシカチョ完全これで。やっとなんかそうだね、大概の野生動物見た気がするね。おう、もうこれでなんやほぼほぼ見たな。これどっち、そういや、俺感動に、これ左やったっけな。左から来た、携帯が後ろだ、おいしょ、左から来たよな。だけど三重県、もうこれでいいとこないな。もうあと三重県は赤福だけやな、いいとこって。いや、ここマジ半端ねえな。来るとすげえネガティブになれるわ。ネガティブになりたいし、ここに来たらネガティブにすぐなれるんやけどな。これが本物のネガティブだ。そう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 、悔しさと悔しさと愛しさと切なさと、違う違う違う、どっかの歌やんか。いや、ここはでもほんと三拍子、ここはもうほんとにびっくりした、カーッと引っ張るね。いやでもイノシシラッキー。そっか、ついにイノシシ見れたか。おお、とうとう見えた。これでおめえ大体の動物見たな。ノウサギからリスからおめえ鹿からキツネからキツネ、クマ、馬、馬はまあので変わられとるわけじゃねえからさ。そうですな、大半見たな。あと何見てねえ。猿も見たし、なんだろうな、猿も見たもんな。すげえな、面白いなこれ。野生でいる動物で、あと何やろ、なんだろう、雪男か。北海道にもいないんだよな。いねえか。やべえな、ほぼほぼの動物見えたね。確かに野生が、あとゴリラか。野生でいないでしょう。いないよな。あと何がおるじゃん。やった、今日めっちゃラッキー、イノシシ。